はい、こんにちは。ストリシアのミオです。今日はグラマーをやっていきたいと思います。G! グラマー G! グラマー非常に大事になります。特に、今日第1回目ですけど、現在進行形をやります。時制は迫られてありますが、まずこの時制を知らないと、会話が非常にめちゃくちゃになって意味が伝わらなくなります。もちろんブログ英語でもなんとかなるんですけど、仲が良くなればなるほど、話す時間が長ければなるほど、時制がぐちゃぐちゃになると、もうなんか変な話、喧嘩になってしまったりとか、時制ができていないと、あなたがしたミスじゃないのに、相手がしたミスなのに、お前の語がわかんないからこういうミスコミュニケーションになったんだという形で、英語力のせいにさせられちゃいます。あなたが悪くないのに。というか、いろいろ悔しい思いもすることもありますし、楽しい思いができなかったりすることもありますので、時制大事ということで今日はやっていきましょう。まず、I'm drinking water。 まあこれ簡単な例です。これ飲んでますね。 I'm drinking water。 私は水を飲んでいる、飲んでいるところです。これは何でしょう。 He's running。 彼は走っています。彼は走っています。 They are talking。 彼らは話しています。彼らは話しています。これが現在進行形になります。ここまでは大丈夫でしょうか。次行きます。ここ分からなかったらまた違うビデオ見てください。初心者にやります。何かしている最中にやっていることを I'm doing something。 I'm be 動詞と ing がつきますね。 I'm doing something。 じゃあ for example 見てみましょう。 A さんがいます。 Where is Mio? Mio はどこですか。 B さん答えます。 He's taking a shower。 彼はシャワーを浴びています。 takes a shower でシャワーを浴びるという一つの表現ですので、これも覚えてください。 take a shower ですね。で、これが現在進行形になって、he's taking a shower。 これが he takes a shower ではありません。 he takes a shower だと、彼はシャワーを浴びますということで、普段の習慣を表していることになります。これは習慣を表していることを言ってるんじゃなくて、彼は今シャワーを浴びてるから、そのシャワーの中にいるよと、シャワーの浴びてるところにいるよということが言いたいから現在進行形ですね。ここ現在形ではないので、そこ間違えないでください。で、次の例文いきます。 A さん答えます。 Let's go now。 今行こう、一緒に行こう、今一緒に行こう。 It's not raining anymore。 もう雨降ってないでしょと、もうこれ以上だから、さっきまで降ってたんでしょうね。さっきまで降ってて、もう今止んだから OK、 Let's go now。 It's not raining anymoreということですね。もう降っていません。これが It doesn't rain anymore だとどういう意味になるでしょうか。 It doesn't rain anymore。 これ要するに習慣ではないですね。天気ですから、人間の話じゃないので、しかし気候ですよね。過去、現在、未来、つまり、もう雨は降りません、もうこれから雨は降りませんみたいな感じになっちゃいますね。 It doesn't rain anymore。 This will be a desertThis will be a desert。 こう砂漠になっちゃうみたいな感じがしちゃいますので、ここほらね、違うでしょ。現在進行形と現在形は全く意味が異なってきますので注意してください。次の例文いきましょう。 I'm having dinner with my friends。 I'm having dinner with my friends。 私はディナーを食べています。I'm eating でもいいですよ。 having でもいいですけど、どっちでもいいです。eating は直接的なんで、比較的に子供が使う言い方で、まあ大人でも使いますけど、having の方がより丁寧な言い方ですね。私は召し上がっています。まあ召し上がる。ちょっと日本語だとおかしいですけど、I'm having dinner。私は食事を食べている。私は食事を、食べている。まあちょっと丁寧な言い方です。I'm having dinner with my friend。で、B さんがいます。まあ多分電話で話してますね。Are you enjoying the dinner?あなたは楽しんでいますか、ディナーをということですね。これがもし Do you enjoy dinner だったらどうなりますか。 Do you enjoy dinner。 これが Do you enjoy dinner だったら、あなたは食事を楽しみますか、いつも食事を楽しみますかということになりますね。これ習慣になります。はい、でもそうじゃなくて、今はその特別な座がつきますね。友達と食べているこの瞬間のディナー、特別なディナーを楽しんでいますかということで、Do you enjoy dinner という、ここザないですね。ここザがないのは、ディナーは、いつものディナー、昨日のディナー、今のディナー、明日のディナー、現在、過去、未来のディナー、夕食というものを楽しみますかという意味ですからね。だからこれザがつかないです。特定ではないですから。これ特定なのでザがつくということですね。ちなみにディナースとかは言いません。
ディナーは辞書で調べればわかりますが、これは不可算名詞になります。数えない名詞になりますので、これディナースにはなりません。名詞についての説明をまた違うビデオで撮っていきたいと思います。では次の例文に行きましょう。例文というか次のトピックですね。ここまでは皆さんがすでに知っている現在進行形だったと思います。ところがこちら、でででん。じゃあ例えばの話ですね。電話します。ハロー。で、これは話し相手で、話してる相手ですね。ハロー、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 言ってる。で、A さんが言いました。じゃあこれ A さん。で、これが B さんにしましょう。A さんが、I am reading a book now. It's very interesting. 俺さ、今本読んでんだけど、めっちゃ面白いんだよね、それが。って言ったとします。でも、今現在は、これ本は読んでませんよね。現在本は読んでない。本当は電話をして、あなたと B さんと喋っているから、I'm talking to B on the phone が、本来の現在進行形のこっちの使い方なんですけども、もう一つの使い方があります。もう一つの使い方はこれですね。I'm reading a book now. It's very interesting. What's the book about? どんな何についての本なのっていう会話ですね。つまり、この A さんは今現在は本は読んではいないが、本を読み始めて、まだ読み終わってない途中の段階だということですね。これがじゃあ、未来、フューチャー。これが過去、パスト。で、これが now だとします。はい。今現在はここで電話をしてるんですけど、ここで本を読み始めて、まだ読んでる最中なんですね、本を。で、まあ、多分、まあ、仮にここで読み終わるとしましょう。つまり、まだ本を読んでいる、最中なので、何かしている最中なので、I'm doing something なので、I'm reading a book ということになります。そういう使い方も現在進行形はあります。で、ちなみにですね、じゃあこれ、もしこれ、I read a book でいいの ?I read a book だったらどうなるの ?I read a book だったら、これ、私は一冊の本を読みますっていうことなんで、これではないですね。ちなみにこれ、I read a book だとちょっとおかしいので、もし直すんだったら、I read books になります。複数形ですね。私は本を読みます。一冊の本を読みますってこう、おかしいじゃないですか。現在、過去、未来、一冊本読む。そうじゃなくて、何冊も読むんですよね。過去に一冊、今一冊、未来に一冊、何冊も、十冊も読むかもしれないし、百冊も読むかもしれないから、だから普通に私は本を読みますよ、本を読む習慣がありますよっていう時は、I read books になります。はい。じゃあこれ I read books って言った場合は、どんな B さんの変動が来るんでしょうか。A さんが言います。I read books。俺本読むよ。俺、まあ、普段本読みます。What kind of books do you read?どんな種類の本を読みますかっていうような会話になりますね。なので、現在進行形と現在形で全く会話が異なってくることがこれでわかりますね。ちなみに、I read a book じゃ間違いかというと、まあ、ちょっと間違いではないですよね。これまだちょっと不明というか、まだ会話の前後の流れがないと読めないというだけで、なので、まだこれはっきりさせればいいことなんですね。例えば、I read a book every day. 私は一冊本を毎日読みます。これ、ちょっと簡潔しますね。でも、一冊毎日読む人って少ないんで、もっと具体的に言うと、例えば、I finish reading a book every day. 私は本を一冊毎日読み終わります。I finish reading a book every day. っていうことだったら、より具体的になるので、なるほどと勘違いがなく、これ相手に伝わります。他には、I read a different book every day.私は違う種類の本を毎日読みます。という言い方でもできますね。とにかく、これだけだと少なすぎる。よく初心者の方で多いのが、きちんと文章を、コンプリートセンテンス。主語からも最後まで、一つの文章もいろんなこう、何ですかね、いろんな単語を付け加えて、ちゃんと具体的に言わないんですよね。言わない、初心者の人に言わない人が多い。まあ、日本人だからかもしれないですね。きちんと、具体的に言っていかないと、相手に誤解されちゃったり、相手に何を言ってるのか伝わらないことがありますので、特に仕事の時とかそうですよ。相手に指示するときにそれが的確な指示ができていないと、文章がきちんとできていないと、相手はいろんな解釈の仕方があるので、違う、動きを、しちゃいますよね、頼んだ相手は。なので、細かくしゃべる。別に仕事じゃなくても、普段のコミュニケーションでもそうですよね。友達のことを話してた、自分のことを話してた、今度遊びに行くときのことを話してたっていうときに、
自分が言いたいことが伝わらない、うやむやな状態になっちゃうと相手によってはもう違う風に聞こえちゃうので相手も混乱しちゃうということですね。ということで、分かったでしょうか。これが現在進行形の2つの使い方を今日はやりました。復習してみましょう。まず最初は今やってることですね。 I'm drinking water. He's running. They are talking. もう一つの使い方は、ですね、今現在やってることは別に例えばトーキングしてたり、ドリンキングしてたりとかなんか違うことウォッチング TV をしてるかもしれないんですけども、過去に始めたことでまだ終わってない動作がある場合は、I'm doing something が使えるということでしたね。ということで、今日の文法クラスを終わりたいと思います。ありがとうございました。